侍ジャパンの皆様でまた、プロ野球12球団のファンの、方たちの前で栗山監督、新庄監督、そしてファイターズのメンバー、そういった方たちに囲まれて胴上げをしていただいた11月5日の、引退試合というのはすごく忘れられない日にもなりましたし、であそこで、胴上げされている景色っていうのは本当に今まで、自分が進んできた野球の道って間違ってなかったなって思う瞬間だったので、まあ、そういった意味でも、やっぱり野球は最高だなって心から思った瞬間ってのが野球終わった時に思いました。こんにちは、テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいなです。話題のエンタメニュースを皆さんにお伝えしています。野球の楽しさを多くの方に知っていただくためのプロジェクトが始動。その名もやっぱり野球は最高だプロジェクト。その公式アンバサダーに昨年プロ野球を引退した杉谷拳士さんが就任しました。もうそれこそ、引退するにあたって前進するにあたって、たくさんの方たちにご相談もさせていただきましたし、でこの先どういうふうに自分が進めばいいのかってもたくさん悩みました。でこのタイミング、総合的に考えてこのタイミングだって思った時に、球団さんはじめ侍ジャパンの皆様でまた、プロ野球12球団のファンの、方たちの前で栗山監督、新庄監督、そしてファイターズのメンバー、そういった方たちに囲まれて胴上げをしていただいた11月5日の、引退試合というのはすごく忘れられない日にもなりましたし、であそこで、胴上げされている景色っていうのは本当に今まで、自分が進んできた野球の道って間違ってなかったなって思う瞬間だったので、まあ、そういった意味でも、やっぱり野球は最高だなって心から思った瞬間ってのが野球終わった時に思いました。やっぱり野球は最高だプロジェクトにちなんで杉谷さんが最高だった瞬間について語りました。はい、杉ノール誕生です。スイッチヒッターなんですけども、1試合で、右と左で、連続でホームランを打つという、なかなかね記録が、なんていうんですかね、達成できない記録を達成することができて、まあ、嬉しかったなって思ったんですけど、何よりベンチの中でその日本ハムの、関ノール以来だよっていうことを、お聞きした時に、その上でポンと思いついた言葉が、今日から僕は関ノールですねっていう言葉の、何ですかね、プレーも良かったしコメントも良かったなっていう、はい、思いで、だから関ノール誕生が一番、はい、最高のプレーだったなと思います。そしてウグイス城の鈴木あずささんが登壇。杉谷さんいじりの場内アナウンスで話題となった有名なウグイス城です。相変わらず仕上がってますね、はい、いやいやいや、でもちょっとね、 あんまり皆さんこう笑顔はじけてなかったのでまだまだ足りませんでした。おかしいですね、奥では報復 Z 爆笑の渦でした。ありがとうございます。皆さん遠慮のないように、はい、杉谷さん現役時代の最高の思い出を教えてくれました。輝いていた試合、こちらです。わかりますか？杉谷さんが私たちの球場に来て大活躍をされた試合、はい、ヒーローインタビューをされた試合、その日は実は別の選手が大注目だったんですが、杉谷さんがなんと私が目の前で見た唯一のホームランを放ってヒーローになった試合です。なるほど、はい、覚えてますか？ルーキーと清宮選手のお誕生日、はい、皆さんそれでたくさんの記者の方もいらっしゃってて、はい、注目のカードだったんです。はい、杉谷選手スタメンでした。ホームラン打つ、盗塁はする、打点は上げる、大活躍でヒーローになった試合、いろいろ思い出してみたところ、はい、一番輝いていたのはこの試合かなと。いや嬉しいですね。そうだ、孝太郎の誕生日の日だ。はい、うわー懐かしい。次の日のねアナウンスがまた鈴木さんね素敵な言葉を言っていただいたのを覚えているんです。 あれですね、はい、はい、なんかほどほどにみたいなアナウンスでしたよね。活躍はほどほどにみたいな。そうですね、忘れられない試合になりましたと言わせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、それが、はい、唯一目撃できた。打ってないですね、あれから。もしかしたら、いや杉谷選手も現役16本、うん、16本、はい、16分の1ってことですもんね。貴重な1本を目撃した試合、はい、忘れていません。
忘れられない試合でした。やっぱり野球は最高だプロジェクト公式アンバサダー就任式をテレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。